ミス・インターナショナル・コンテストは世界を代表するミス・コンテスト。ミス・ワールド、ミス・ユニバースに次ぐ大きな大会である。ミス・アースを加えて世界4大ミス・コンテストと呼ぶこともある。小島明子が優勝した1959年までアメリカ合衆国のロングビーチで開催されていたミス・ユニバースがマイアミビーチに開催地を移した後、美を競うだけでなく女性による 国際社会への貢献を目指そうとする世界のミスたちが集結し、平和と美の親善大使として集い、交流を深めることを目的として、ロングビーチで開催されることとなった。その後1966年は、財政事情から中止されるなど、ロングビーチで開けなくなったコンテストは1968年から日本で開催されるようになった。ただし、1971年大会は、 ロングビーチで開催され、2004年、2006年、2008年から2011年までは、中華人民共和国で開催された。ミスユニバースとともに、美のオリンピックとも言われる。一般社団法人国際文化協会は、ミスインターナショナルの主催者として、ミスインターナショナル世界大会の開催、ミスインターナショナル日本代表選出大会の開催を管轄している。 2012年まではミスワールド日本代表も管轄していたため同協会が主催や講演をするイベントにおいてはミスインターナショナルや日本代表がミスワールドの日本代表と一緒に出席する場合もあった。世界大会が日本で開催されるようになってから1984年まではフジテレビ系列で1985年から2008年まではテレビ 東京系列で放送されていた。初期は、田宮二郎や高島忠夫、E.H. エリックが司会を務めたが、特に評価が高く長く続いた司会者は、岡田真澄であった。中国の生都市で開催された2009年大会は、BS 朝日で、2011年大会は、b s イレブンで、いずれも翌年の1月に録画放送された。2014年1月11日には、 地上波の TBS 系列で藤原の香のリポートで2013年のミスたちの素顔を伝える番組が放送され、翌日には BSTBS BS でも放送された。TBS は2014年の世界大会も地上波で録画放送を行ったが、2015年、2016年は BS のみの放送となった。満17歳から30歳の 未婚女性以下の特別賞は日本代表選考会のみ、ここまでは特別賞、ここからは最終選考後となる。2009年ステージで選考前、2010年には水着審査、ドレス審査後にも特別賞が発表される。2019年現在1962年まではミスユニバース、ミスワールドの日本代表と共に選出されていた。1963年以後は、 世界のビューティーコングレスが主催している。日本代表の成績は2002年に3位入賞したうるしじまかが最高位だったが2012年吉松育美がグランプリを受賞し日本勢初のグランプリになった。2002年度日本代表大会に加えここからは特別賞として2001年度ミスウェブジェニックを新設。2011年度を最後に ミスワールド単体での日本代表決定コンクールは廃止され、2012年度は純ミスインターナショナル入賞者を3人に変更した上で、その中から1人をミスワールドの日本代表に選出する方式が採用されたが、2013年度は派遣を廃止された。ありがとうございます。